こんにちは、タカさんです。今回の動画は朝日新聞2024年2月20日栃木版でですね、見つけました。里親委託一方的に解除、養父母賠償を求め県提訴という記事について解説していきたいと思います。はい、この記事、状況はですね、里親委託を一方的に解除されたと。じゃあどんな状況だったかと。2021年10月、女児未就学、幼稚園年中組さんぐらいのね、年齢のお子様、愛着障害ありの状態でした。ですので非常に手間がかかります。はい。とにかく、精神的に頼れる大人がいない状態、児童相談所の一時保護等を見ていただければ、どうしてそうなるかがわかると思います。この児相のたらい回し、まるで子供の物流センターという動画ありますので、そちらの方を見ていただければ、この児童相談所がたらい回し、子供をたらい回しにして、こういった愛着障害を悪化させているという記事についてもですね、ぜひご確認いただければと思います。まあそういった子供が小学校に上がって暴力とか暴言が目立つようになってきてしまったと。非常に困っております。この信頼関係を築いて、なんとかこういったものを抑えようというところでですね、ある日、諭すように、頬を軽く叩いたわけですね。パシーンとやったわけじゃないんですね。はい。もうひどいことをしたわけじゃないわけですよ。まあそういったところを説明したわけですよね。正直な里親さんだったんで、何かあったら児童相談所にしっかり報告をしようと、はい、説明したんですけど、まあ児童相談所の専門家であるタカさんからしますと、こういったことは説明しない方がいいです。何しろ説明するとこの通りです。昼過ぎには子供を学校から一時保護所へ連れ去った。強制連行しました。はい。得意のこの自尊のたらい回し始まりました。はい。何かちょっとでもあったら自分たち責任取りたくありませんから、とりあえず引き上げます。はい。子供を物扱い。まさしく子供の物流センター。本領発揮ですよね。こういったことをしてしまいます。はい。この強制連行された子供、お家に帰りたいと、里親宅にこう帰りたいと、暴れて訴えたそうです。はい。ね、子供の精神状態とかそういったものよりも、児相は子供よりも自分たちの都合です。はい、この、まるで子供の物流センター動画見てください。もう本当にこの自分たちの都合なんですよね。子供より自分たちの都合、というようなことをやっております。ところがです、こういった子供のことを一番よく知っていて、子供が一番信頼しているこの里親、実はこの児童相談所のこの強制連行に対して、待ったをかける法的手段を持っておりません。ないんです。里親にそういった法的権利がありません。沖縄県の動画、見ていただければわかるんですけども、あれは、親権争いをしてるみたいに、実親みたいな権利を里親によこしなさいって言ってることじゃないんです。こういうことなんです。児童相談所のおかしな強制連行に対して、待ったをかける権利がない。これが里親の権利。そこなんです。おかしいでしょ?この法治国家である日本において、こういった児童相談所のおかしな対応に、待ったをかける権利が、一番その子供が信頼している人間に法的権利がないんです。おかしいでしょ?それを国民の皆さんはなかなか理解できていないようです。この児童相談所に待ったをかけるべく、頑張っている人に権利がないというところが問題なんですね。ですので今回の提訴かなり苦しいと思います。この賠償を求め県提訴となってくる国賠ですよね。国賠。国賠というのはこれ国家賠償法。公務員による故意や過失などこの不法行為に対しての
責任を問うんですけれども、そもそも故意過失による不法行為、原告に対してじゃなければ行政相手には勝てないんですね。なぜかこの子供を傷つけて親の方がダメージを受けるというのは説明しづらいわけですよね。この裁判、子供に関してこの児童相談所が傷つけているということはいくらでも言えるんですよ。しかしそれは原告に対しての不利益行為なのか、損害行為なのか、賠償すべき行為なのか、里親に権利がないんですよ、法律上。どうします？ということはこれ、この子供に対しての不利益、子供に対しての違法行為、そういったものを主張しても原告に関係のない違法性をアピールしても却下される可能性があります。棄却ですらない可能性があります。却下、原告適格がないという可能性すら出てくるかもしれません。どういった内容でこの後攻めるのか分かりませんけれども、うまくやらないとこの却下になってしまいます。沖縄県の例はあの即日却下、もう書類パッと見ただけで、はい、これ要件満たしてませんと、あなた裁判できる原告としての資格がありませんので却下いたしますという状況でした。はい、ですのでこの国家賠償法に基づくこの損害、原告に対しての損害を請求する必要があります。実施であれば一時保護さえされないとここで主張しているようです。はい、このパンとやった内容、身体的虐待と言えないレベルで、こんなの実親だったら絶対に保護されないと主張しているようですけども、いやこれタカさんたくさん見てきてます、保護されます、もうひどい保護たくさん見てきてます。子供が学校で嘘を言っただけでもそれをもとに保護、当たり前のように行われています。何しろ怪我がなくても調査目的の保護ということで保護乱発してます。それに対しての違法性が裁判で認められたというケースすら見当たりません。この児童福祉法第33条の一時保護の条文を見ると何でも保護していいことになってます。はい、実際何でも保護していいんです。後のその後の問題だという法律になってます。ですので保護に関してここでこういった主張をしてもまず勝てないと思います。日常的にこのような保護を全国各地の児童相談所、千葉県なんか特にひどいですよね、こんなの当たり前のようにやってるので、実施であればとかそういう条件をつけても全く無意味な話だと思います。そういったひどい児童相談所のこの子供のたらい回し、日常的に行われているので、この主張はちょっと無理があるんじゃないかなと思います。こういったところで裁量権の逸脱を主張しても、じゃあ児童相談所はこのレベルで裁量権逸脱であれば常日頃から空気を吸うがごとく裁量権を逸脱するようなことをしているよということになってしまいます。通らないと思います。日常的にやってます。こんなの当たり前です。はい、こんなひどい保護いくらでもやってます。皆さん泣き寝入りしてます。児相屋さんの方が泣き寝入りしてます。子供が帰ってきてまた保護されるのが怖くて黙っているというケースのが多いわけです。だからタカさんは訴え続けております。こういった間違った対応変えなければなりません。さっきのこのまるで子供の物流センターの動画もぜひご覧ください。こんなひどいことを日常的にやっているので、ちょっとこのレベルの主張では厳しいなと思います。まあこの所詮新聞記事ですので正確に書いているとも思えません。実際当たり障りのない行政に忖度するようなレベルの記事になっている可能性があります。
実際はもっときちんとした児童相談所がいかに悪いかという実態をしっかり書いているかもしれませんけれども、この新聞記事、限られた紙面ではそういった明らかに裁判で児童相談所が負けそうだというような内容は一切書かれておりません。児童相談所が常日頃からやっている、いつも通りやっている、子供に対してやっているひどいことが書かれているとしか思えません。それがこの高さんのこの記事を読んだ感想でございます。残念ながら児童相談所はこういったひどいことをしております。子供たちよりも自分たち、組織、公務員の都合、大人の都合、そういったことで子供がひどい目にやっております。こういったせっかく信頼できる大人のもとに行けたにもかかわらず、こんな些細な説明をもとに無理やり引き離す、こういったことをやっております。まさしく物流センターですよ。あのあえらの記事の通りだと思います。これが児童相談所の実態です。だから泉房穂さんは明石市にあえて中核市というところに児童相談所を設置して、任意ですからね、強制じゃないですからね、そこで子供が意見を言える、親側が意見を言える、児童相談所に対して意見を言える、児童相談所はその第三者検証の結果を尊重すると、そういった制度を独自に導入したわけです。他の児童相談所はこういったあいらの記事にある通り、子供にひどいことをしておきながら、それが昔からやってきたことだ、仕方がないことだと無理やりやってるわけですよ。これでいいんでしょうか。私はいいとは思いません。だから変えたい。子供たちがこの国の未来を作っていきます。そのこの国を、未来を担う人間をこのような目に遭わしておいて、将来どういうことになるのか、しっかり考えていただきたいと思っております。それではまた。みーたんです。本当に子供さんがかわいそうですよね。なんでこんなひどい目に遭うんでしょうか。だって信頼しているパパママと思っている人たちから無理やり引き離されちゃうんですよ。そしてあの記事にあったようなひどい施設でひどい目に遭ってしまうかもしれない、いつ出してくれるかもわからない、そんな精神的ダメージを再び加えられてしまう子供たち、かわいそうですよね。里親さんはそういった子供たちのことを考えて訴える権利をくださいと言っているだけなんですよ。子供のために本当に動いているのは職員じゃなくて里親さんなんじゃないかなとみーたんは思いました。だけどこの実親だったら保護されないという主張は無理がありますよね。もっと虐待でも何でもない案件で連れてかれてしまった子供たちがたくさんいます。そういった子供たちのことを考えると本当につらいです。それでは皆さん、またね、この問題また進展があればタカさんが取材しに行きますよ。じゃあね、バイバイ。タカさんのチャンネルは児童相談所の判断により不利益を受けている子どもたち、保護者、その他関係者ら、支援者ら、そういった方々がどうすればその子どもたちを救うことができるのか、その学びのためのチャンネルです。皆様も児童相談所を取り巻く法令の実態を知って、これを改めるべくご協力、ご理解のほどよろしくお願いいたします。